新には様々なテククニックが使われてるんですけども例えばザラズリっていうのがあるんですよザラズリこれどういうことかっていうとバレンで吸ったあとわざと残して独特のテクスチャーを出す釣り方っていうのがザラズリになるんですねだ円の形を出した跡っていうのが結構残ってたりしますこれでいろんなものを表現したりするんですねあとは空釣りっていって色をつけてない半木で吸って凹凸の実を作品につける擦り方っていうのもありますこれはまあエンボス加工みたいなちょっと凸凹ぼした感じ というのがりりになりますすあとぼかしずりですよねこれはまあグラデーションになるんですけども一言にグラデーションっていっても様々なぼかし方っていうのが存在するんですよ。まあ、こんな風な感じで、えー、様々なテクニックが使われてるっていうのがこの真版画になります。